19世紀のトゥベルスカヤ通り21世紀のトゥベルスカヤ通りトゥベルスカヤ通りはトゥベルスカヤ通りトゥベルスカヤ通りなどとも呼ばれロシアの首都モスクワにある繁華街の一つ以前1930から1990年頃はゴーリキー通りと呼ばれたモスクワの中心地の赤の広場への入り口にあるマネージュ広場から放射状に出ているいくつかの道路の一つで トゥベルスカヤ通りはここから北東へ向かって、中央区、トゥベルスクコイ地区の佐藤ボへ環状線との交差点に、ある外線広場までの 1.5km で、その先は、レニングラード大通りとなり、さらにトベリ州、トベリを通ってレニングラードまで達するロシアの主要道路になるので、そう呼ばれている。シェレメイチェボ国際空港から、市中心部の赤の広場などへ向かうにはこの道路を通る。 トゥベルスカヤ通りの沿道には様々な有名建物がある。マネージ広場に面したホテルナツヨナーリを出て北東へ、向かい、エルモーロは劇場、中央電信電話局を通るとカメルゲルスキー横丁に出る。モスクワ市庁舎を通り、その向かいがトゥベルスカヤ広場で、モスクワの創設者、ユーリー・ドリゴルーキーの銅像が見える。さらに歩くと、プーシュキンの時代にバルコンスカヤ公爵邸だった。 食料品店、エリセエフスキーがあり、すぐ、プーシュキン広場に達し、そこに、プーシュキン像がある。18世紀には、英国クラブだった、現代史博物館の前には2頭のライオンの像がある。そして、マヤコフスキーの銅像が立つ外外線広場に達して、このあたりは、チャイコフスキー記念コンサートホールや、風刺劇場などの劇場が多く、また北京ホテルもここにある。 トゥベルスカヤ通りはこの先は、第一トゥベルスカヤ・ヤムスカヤ通りと名を変えて、ベラルースキー駅からは、レニングラード王通りとなり、はるか、サンクトペテルブルクまで続く。トゥベルスカヤ通り上の現代史博物館の前の二頭のライオンの像に関しては、プーシュキンチョ、エブゲーニー・オネーギンに出てくる。五木博ひろゆき青年は荒野を目指すの第二章で、主人公のジュンは、 ハバルフスクモスクワ航空路線で知り合ったスチュアーデスのリュバを誘って組む百貨店で買い物をした後ゴーリキー通りにある青年カフェでジェーンカやツイストやゴーゴーを踊ってそこのバンドとトランペットをモダンディキシー風に吹いて大喝采を受けるありがとうございます